な乗ってるかい。俺たちははみ出し野郎のアウトロー、自由に向かって突っ走る We are ぶっちぎりバトルハッカーズ。バトルハッカーズ。俺たちは恐れはしない、のっけから食らい面してるこいつはコアってんだ。惑星 B1 やアムネリアスはこの天体の周りを回ってんだ。原子がぎゅうぎゅうに詰まった中性子星で、この星から切り取ったマッチ箱ほどの大きさの物質が何万トンもあるってんだから驚いちゃうよね。ブラックホール並みの引力で何でも吸い込んじまう意地汚い星さ。調子はどうだ？バッチシやで。大幅にパワーアップさせた狂乱電波をアルゴに向けて送ってやるんや。おもろいことになるで。しかし本当に効くのか、スジよ。効く効く。アルゴのやつら同士打ちを始めるぜ。粒子サイクは流々仕上げをゴルージロって作戦開始だ。スイッチオンや。要塞衛星を破壊せよ。てなわけでアルゴ国に向けられた狂乱電波のおかげで同士打ちを始めちまった。どうするどうする。行け、シルバーウルフ総攻撃だ。貴様らのヘナチョコ弾が当たってたまるか。打ち返せ。攻撃！ああ、バカバカバカ！何するんだよ！ホワイトサンダーのバカ野郎！アキラの兄貴！うわあ！みんなどうしちゃったんだろう？わかんねえからリムのところに行くんだろ！リム！一体全体どうなってんだ。ですからあなたたちに来てもらったのです。今アルゴの人たちは互いに憎しみ合っています。何が原因でこんな事態になってしまったのかしら。憎しみの心を植え付ける狂乱電波がアルゴに照射されているのです。グレンドスか。その通りです。この円の中では全てのコンピューターが混乱しています。彼らはそれぞれ所属グループに分かれ戦っているのです。影響を受けていないのはセーフティー装置を持っている私とあなたたち人間だけでしょう。じゃあ円の外へ連れ出せばみんなは正常に戻るのかい。そのはずです。よし、みんな聞いたろ。ハッカーズの仲間を正気に戻すんだ。でもどうやって連れ出すつもり。アキラ任せなって。いい考えがあるのさ。お、とこに来たな。右翼が手薄で困ってたんや。なあ、一丁俺たちで戦場を引っかき回さないかい。
私たちが乗り込んで走り回るのよ。他の連中は絶対追いつけないわ。なる、お前たちが乗ってくれれば3倍のスピードアップだ。派手に目立つチャンスだな。よし乗り合う。ありがとうよ。やっほーい。イエーイ。やめろ、やめてくれ。サスペンションがイカれちまう。戦闘中に、あ、何をやってるんだ。遊んでる暇はないぞ。へっへっへ、早速大物錦が引っかかった。遊んでるんじゃねえよ、こいつらが勝手に乗り回してんだ。合体サウナ、連中を追いかけるんだ。おお、モチュールチェンジ。こういう時にぶっちぎり隊の連中がいてくれるとありがたいんだがな。あいつらまだ病院でぬくぬくしてるさ。やったじゃんか、ルーク。お先。なるほど、俺たちは電波に操られていたのか。アキラたちのおかげで目が覚めたわけだな。ロータリーキッド、発信源を探ってくれ。オーケー、ジダン。パラボラオープン。これはコアのそばから強力な狂乱電波が出てるな。敵は宇宙か。アールジェルタン、俺とルークで潜り込んでなんとかシャトルロボとアポロロボを連れてくるよ。ああ、頼んだぞ。他の人は助けないんですか。元を立つ、それが唯一の方法だ。進軍開始じゃ。前進。全員乗り込め。タッチアンドゴーだ。アルジェダン、残るはあんただけだ。早く。ここは俺に任せて、早く行け。奴らを行かせるな。ひねり潰してやれ。アルジェダン、バトルハッカーズ隊長、4段階モジュールチェンジの伝説のヒーローだ。かっこいい。古代隊を全滅させたことがあるって聞いたけど、これほどとはね。ん？くそ！なんて野郎だ、アルジェタンめ。バトルハッカーズが大気圏を脱出したとガクランダーから連絡が入ったぞ。おう、迎撃体操はどうなっとる筋よ。バッチシやれ、いつでも来いや。未確認物体急速接近中や。
高機動ウアッパー発進せい。出ろ出ろ。上と下から挟み撃ちで来る。一周体形を崩すな。離れたらやられるぞ。ミサイルだ。迎撃ミサイル発射。迎え撃つぞ。おう。ハッチオープン。もうちょっとだぜ。奴らが狂乱電波にかかるのは。連中の頭、豆腐みたいにグズグズになるで。狂乱電波だ。逃がすかいな。ウアッパ、奴らを追い立てろ。専門の狂乱電波、肛門のビームか。でもこのままじゃ蜂の巣だぜ。手は一つだけある。アキラ。なんだい、ジェタ。我々は一旦機能を停止して狂乱電波の中に入り込む。わかったぜ。俺たち人間が操縦するんだね。その通り。任せなさい。ルーク、どうだ。大丈夫、全機能クリア。よし、ぶっちぎってやるぜ。どうなったんじゃ、スジ。どないもこないも、こんなスジの通らん話があるかいな。到着。みんな起きてちょうだい。突入。マッハ、ガスターアタックだ。今まで一体何をしていたんだ。どうなって緊急警報、アルコの攻撃だ。守備隊、応戦せよ。ハッチを開くぞ。いたぞ、あそこだ。合体ザウラだ。どうするんだ、スジ。どないもこないも、迎撃システムだけで十分と思ったさかい、侵入された場合のことは。バカモン、そんなスジの通らん話があるか。こら、人のおかぶ取るな。こうなったら最後の作戦だ。もっと完全に破壊するはずじゃなかったのか、スジ。時間がなかったんや。でも心配いらんで、要塞衛星はコアに落ちていきやる。たとえ奴らが生きておっても高重力で脱出できなくなるはずや。となりゃバトルハッカーズは全滅だ。次週からのタイトルはぶっちぎり突撃隊反り込んだ。俺のことだで、ボーイズ。そういうことやね、あんたが主役や。急げ、時間がないぞ。
凄まじい引力で引っ張られて俺たちの水力じゃ脱出できなくなる。みんな乗り込め。アポロロボ発進だ。 OK、 最大水力。アポロロボ、アルゴ1のカットビアローだ。シャトルロボ、宇宙の運び屋だぜ。二人合わせりゃ広い宇宙も狭くなる。シャトル隊発進。二次爆発に巻き込まれたか。大丈夫か、シャトルロボ。事故が起きた。シャトルロボが発進できないぞ。アポロロボ戻るんだ。おっと、助けに来ようなんて思わないでくれ。君たちまで脱出できなくなる。こちらリム、バトルハッカーズ応答してください。リム、事情は分かりました。取るべき方法は一つです。かなり危険な手段ですが、シャトルロボの下で爆発を起こすのです。なんだって。そうか、その反動でシャトルロボを軌道に乗せるんだな。その通りです。秒速 11km の速度が得られればシャトルロボはうまく脱出できるでしょう。ですが衛星の大規模な二次爆発も考えられます。なんだな。私の計算でいくと成功率は 25% 以下でしょう。どんな少ない可能性でも全力を尽くす、それがバトルハッカーズですよ。気をつけろ、小型だが強力な爆薬だからな。爆薬取り付け完了。ご苦労、速やかに戻ってくれ。ルーク、スイッチ押せ。これが本当のラストチャンスね。うまくいってくれよ。みんな、よくやったな。シャトルロボは超遠軌道に乗りました。やったな。おっしゃー。やったですが、強力なコアの引力圏から完全に脱出できるのは約1週間後でしょう。必ず救援隊をよこすからな。ああ、それまで1週間も島流しかよ。チッ、俺たちのいない間に敵を全滅させないでくれよ、ジェタン。仲間のみんなとも当分会えないわね。1週間ミアのお守り役か。やれやれ。こうしてバトルハッカーズはなんとか危機を逃れることができた。だけど先週のぶっちぎり隊といい、今回のシャトル隊のマッハたちといい、全くついてないね。こんな時にグレンドスの連中が悪巧みしなきゃいいんだけどね。地雷原の真っ只中に取り残されたバトルハッカーズ、アールジェタンが危ない。次回マシンロボぶっちぎりバトルハッカーズ、アールジェタンの賭け。